午後3時から始まった百条委員会の斉藤知事に対する証人尋問。それでは証人は宣誓書を朗読をお願いいたします。宣誓書、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。職員へのパワハラ疑惑などについて追及が始まりました。知事のそのお考えは職員さんに対する過大な要求には当たらないということですか。当時の認識としては、もちろん合理的な指摘だったと、認識だったというふうに考えています。厳しい口調で叱責した、勝手にやるなとか聞いてないとか、こういったことはあったんでしょうか。記憶にないですね。何らかの指摘をしたとしても、それは私もですね、正直言いますと、いろんなレクを受けてますから、それを一つ一つやっぱ覚えてないということもあります。パワハラの疑惑について全面的に否定しました。ことの発端となったのは今年3月、兵庫県の元西播磨県民局長が斉藤知事のパワハラ疑惑などを告発したことでした。業務時間中なのに嘘800含めてですね、文書を作って流すという行為はやっぱり公務員としては失格ですので。しかしその後、知事が公務で訪れた県立考古博物館で公用車から入り口まで20メートルを歩かされ、職員を厳しく叱責したことなど、疑惑の一部が事実だと判明しました。県議会で告発文の真偽を調査するための百条委員会が設置され、元県民局長も証人として出席する予定でしたが、今年7月死亡。百条委員会は県のすべての職員およそ1万人にアンケートを実施しました。中間報告では知事のパワハラ行為について直接または間接的に知っていると回答した職員がおよそ4割に。中にはこんな証言も。怒るとバンバン机を叩き出す。公用車内で知事が激怒し前方座席を蹴った。お前はエレベーターのボタンも押せないのかと厳しく罵倒された。こうした一連の疑惑について斉藤知事は今日証人席で、言い方が厳しかったり強くなったことはもし職員の皆さんに不快な思いをさせたということは反省したいと思いますし、もしそういった方がおられれば謝りたいと思います、ね、果たして斉藤知事は説明責任を果たしたのでしょうか。午後3時から始まった証人尋問。深々と一礼して着席した斉藤知事。パワハラ疑惑について委員長や各会派の委員から質問が続きました。20メートル程度前で公用車を降りて歩かされただけで、出迎えた職員関係者を怒鳴り散らしたという記載の件についてお伺いをしたいと思います。知事は関わってきた職員に対し、どういった発言をされたんでしょうか。車止めをなぜのけとかなかったのか、のけるのを失念していたのであればじゃないかということを申し上げたというふうに記憶しています。声の大きさとか、その程度とか、そういったことは今覚えておられますでしょうか。会議が始まる直前等でもあったので、外だということもありまして、大きい声で、その旨を伝えたというふうに記憶しています。なぜ大きな声を出したでしょうか。はい、私は車止めの直前のところで、当然2人の職員が待ってましたので、そこまで車が当然行くのかと思ってたんですけど、突然止まったので、どうしたのって言ったら車止めがありますということだったんです。それで向こうの方で待ってるんであればですね、おそらくもしかしたらその車止めを外すということを失念してたんではないかというふうに私自身は強く思ったので、やはり車の動線をちゃんとですね確保できてなかったんじゃないかという私の強い思いがありました。そこで指摘をさせていただいて注意したということですね。ただ私は
歩かされたことをもって起こったというのではなくて、やはり円滑なやっぱりこう車の進入をきちんと確保してなかったということについての注意をしたということですね。一方、実際に知事から叱責されたとされる東播磨県民局長は、今日行われた証人尋問で、社会通念上必要な範囲とは思わないなどと話していて、そのことについて聞かれると、社会通念上、指導の範囲というか、必要な指導の範囲ではないというふうに認識をされているというふうにも証言をされてます。この、事実、現実を知って、彼らに申し訳ないという気持ちを今持っているのかどうか。あの時の私のこう認識ですかね、に基づいて、もっとこうちゃんとこう動線を確保しておいた方がいいよという注意自体は、私はその時の判断としてはやむを得なかったと思いますけど、大きい声で、厳しく注意させていただいて、そこが職員の皆さんが不快だったり、そういうふうに思われたというのであればということですので、そこは反省して、機会があればご本人にも直接お詫びしたいと思います。さらに他のパワハラ疑惑については、知事は、この補助金の事業についてですね、何これと聞いていない、ソラクルは知事直轄、勝手にやるなと厳しい口調で叱責を受けたと、こういった厳しい口調で叱責した、勝手にやるなとか聞いていないとか、こういったことはあったんでしょうか。記憶にないですね。何らかの指摘をしたとしても、それは私もですね、正直言いますと、やっぱいろんなレクを受けてますから、それを一つ一つやっぱ覚えてないということもあります。知事トップとしてやはり失念していることもありますから、そこは聞いてないと、報告を受けてないということは、私は合理性はあるというふうに考えています。そして告発をした元県民局長に対する処分についても質問が。前西播磨県民局長の停職3ヶ月の処分は不適切であったと、今は認識をお持ちでしょうか。今はもう思ってはいません。適切だったと思います。やはり事実でないことが多々多く含まれる誹謗中傷性の高い文書だというふうに私、県としては認識しましたので、その処分は適切だったと思います。その上で告発した元県民局長の文書を嘘800と断言したことについて、当時の心境を語りました。もともと私も彼とは宮城県にいた時ぐらいから知ってた中で、よく飲んだりもしてたんですけど、どうして同じ仲間で一緒に仕事してた人がこういう文章を書いてまいたんだろうという、本当に悔しい、辛い思いがありまして、その悲しい辛い思いからですね、やはりああいった表現ということを3月27日にさせていただいたと。時折謝罪の言葉を語りつつも、パワハラ疑惑や職員への処分についてこれまで通りの主張を繰り返した斉藤知事。午後3時から始まった証人尋問は今も続いています。今日の百条委員会で疑惑の真相は明らかになったのでしょうか。斉藤知事のパワハラ疑惑について継続して取材をしている鈴村記者に中継で聞きます。鈴村さん。はい、私の後ろの部屋で、午後3時から証人尋問が行われていますが、終了予定時刻の午後5時を、15分弱、過ぎているのですが、まだ現在も続いています。この後斉藤知事は取材に応じる予定です。午後3時から始まった知事の証人尋問では、知事が同席を申請した弁護士と一緒に入室しました。答弁において弁護士と相談する様子はほぼなく、いつもの取材対応と同じように淡々と答えていました。20メートル歩かされたことに叱責したなど、パワハラ疑惑の追及に対しては、当時の認識としては合理的な指摘認識だったなどと強気に答えていました。また厳しい口調で叱責したことなど実際にあったのかと問われると、仕事には普段から厳しくさせてもらっていると回答した一方で、いろんな質問を受けているので一つ一つ覚えていない、
私も完璧な人間ではないと回答し、さらには言い方が強くなったことがあれば職員には謝りたいと話す場面もありました。鈴村さん、斉藤知事、これまで百条委員会でしっかりと対応する、繰り返していましたけど、今日の発言、疑惑について誠実に説明していたんでしょうか。疑惑については明確にパワハラを認めたり新たな事実が分かったというものはほとんどありませんでした。どちらかというと、厳しい叱責に対する合理性を訴えたり、文書が出されたことを残念に思うと話す場面もあって、自分自身は仕事に対しては厳しく向き合っていると説明したりですね、委員からも自分中心ではないかという、指摘もありました。この後斉藤知事は、証人尋問が終わり次第取材に応じ、このあたりについても説明するとみられます。はい、鈴村記者でした。さあ、斉藤知事、今日初めて百条委員会に出席して証言をしたということです。今日百条委員会での追及に対し、どのように答えたのかちょっとモニターにまとめてみました。公用車から20メートル歩かされて職員を怒鳴ったのかということに対して、歩かされて怒ったのではなく車の動線を確保しておくべきだったと注意をした。当時の認識としては合理的だと思う。そして職員に厳しい口調で叱責、実際にあったのかと問われると記憶にない、私も完璧な人間ではない、言い方が強くなったことがあれば職員に謝りたい、このように述べた。説明責任を果たす、その姿勢がどうだったのかということですよね。浜田さん、このどのような点に注目しながら今回お聞きになりましたか。もちろん百条委員会ではパワハラの真相というのはきちんと究明してほしいんですけども、パワハラの認定って結構やっぱり難しくて、3つの条件がやっぱり全て揃わなきゃいけないんですね。それはやっぱり優越的な関係性があったかどうか、あと業務上に必要相当な範囲を超えてたかどうか、つまり適切であったかどうか、もう一つは労働環境を害したかどうか、なのでこの3つが揃うと結構難しいんです、で私そこにこだわりすぎると、結構これで終わっちゃうと思うんですよ。知事は自分はそのつもりはなかったっていうので、で大事なことはもっとやっぱり違う視点もあって、例えばそのエレベーターをね、なんでこう止めとかなかったのかで、エレベーター係ができたとか、あとやっぱりその皆さんアンケートにこれ伝聞で答えてるけども、噂話ではなくて、知事がこういうことしたら怒るからと言って申し送りをしてるわけですよ。で私それをこのニュースで見たときに、かなり県の職員の方は非効率な働き方とか、無駄な仕事が増えてるなと思ったんですよ。結局は県民のために働かなきゃいけない時間をかなり知事のために無駄な業務を作ってる、これこそがやっぱりもう少し百条委員会とかで問われるべきではないかなというふうに思いました。県のために、県民のためにという職員の皆さんのモチベーションが、エネルギーが一部も知事に行ってしまっているということですよね。っていうことはものすごく労働環境を害してますよね。そうですね。神崎さん、今後ですけれども、今日初めて証言に立った今後の動きどうでしょうか。そうですね、これ実は斉藤知事は今日が最後じゃなくて来週もね、ちゃんと尋問されて、そこでも話をされるということで、この百条委員会が落ち着いた時点でやっぱりその知事の進退について問題になるかと思うんですけれども、知事は今のところその自分から辞めるということを口にされたことはないので、じゃああとは県議会がポイントになってくると思うんですね。で実は県議会というのは知事を支えてるのは今まで自民党と維新が支えてたんですけども、自民党は早々に見限ったような形になってまして、今維新だけが支えている。なのでこれ維新の対応がどうなるかというところで、こちらですね、日本維新の会の吉村代表は今日もですね、辞職勧告や不信任決議も選択肢にというふうに言ってます。でこれ辞職勧告というのは強制力がないんですけれども、維新が賛成したら県議会としては多分、知事に対してやめてくださいよとは言えると思うんですけど、ここどうなるかわからない。で一つハードルなのはこの不信任決議という下の方なんですけども、こちらはですね、強制力があるんですけど、で維新が賛成すれば可決されると思うんですけども、これを打ってしまうとですね、知事には今度は議会を解散する権利がある。そうすると議会が解散されてしまうと、議員は全員失職してしまうことになるので、じゃあ次もう一回県議会議員の選挙しないといけない。ただ維新の議員にとっては今維新にすごい斉藤知事のことで逆風が吹いてて、選挙になってもらったら自分の当選も危ういかもしれないので、なかなかこの不信任に乗りにくいという環境があって、どうなるかというところですよね。はい、早ければ明日にも維新の藤田幹事長と県議団が協議をするということ、今後の動きにも注目です。スクープや走るでニュースランナー。